やっぱり油が全然味が違うんですよね。とっても甘くて。結構サシが入っててこうしつこいようなイメージがあるんですけど、食べていただいたら思った以上にあっさりと食べれるねっていう声が多くて、ブランド牛なのになかなか地元で食べていただけるきっかけが少ないので、気軽に食べていただくにはランチが本当に一番お得だと思うので、女性の方も気軽に来て食べていただけたらいいなっていう思ってます。